第1回金沢八景杯 G2 農務水産大臣商店指定交流住所1番のキャラメルから、そして3番のライジング朝日枠入り完了、続いて2番のスティルラビュー、外枠4番ミッシングハーツ、そして最後インツアスカイも枠入り完了して各馬体制完了。スタートしました。揃ったスタート。さあまず注目の先行争い、何が行くんでしょうか。先頭並べかけていった3番のライジング朝日、その後ろから1番のキャラメルカラー、内をついては5番のインツアスカイ、しかし外から1番のキャラメルカラー、これが花を主張する形、そして2番のスティルラビュー、これが新狩りといった形で1コーナーを右手にカーブしていきます。さあ先頭ペースを握ったのは結局4番のミッシングハーツ、外から5番のインツアスカイ、その後ろ3番手の位置から1番キャラメルカラー、後方2番手は2番のスティルラビュー、新狩りから行ったのが3番のライジング朝日です。さあ各馬向こう正面へ入っていきます。先頭は変わらず4番のミッシングハーツ、そして内をついて5番のインツザスカイ、外から1番のキャラメルカラー、そして上がっていった、まぐっていったのが3番のライジング朝日、そして1番外からは2番のスティルラビュー、これが先頭です。さあ馬群の隊列ごちゃごちゃっとした感じ。さあ先頭変わって1番のキャラメルカラー、そしてここで抜けたのが4番のミッシングハーツ、リード2馬身ぐらい、3番手の位置から2番のスティルラビュー、後方2番手3番ライジング朝日、新狩りから5番のインツザスカイといった形で残り600円標識を通過。さあ先頭変わった1番のキャラメルカラー、2番手の位置から4番ミッシングハーツ、その後ろ5番のインツザスカイ、内をついては2番のスティルラビューが上がっていく形で4コーナーから最終直線残り400の標識を通過して、先頭は4番のミッシングハーツ、内をついて1番のキャラメルカラー、外から5番のインツザスカイも上がってくる、先頭は4頭並んだ、内から1番キャラメルカラー、そして抜けたのが4番のミッシングハーツ、ミッシングハーツ外から5番のインツザスカイ、インツザスカイもう一度キャラメルカラー、3番手の位置後ろから赤い帽子ライジングアサミが迫ってくるが、しかし先頭5番のインツザスカイ、インツザスカイ、インツザスカイでゴールイン。勝ちました5番のインツアスカイ、金沢八景杯。2着4番のミッシングハーツ、3着に3番のライジング朝日、勝ちましたのはインツアスカイです。